説明を求めます。金融担当大臣、麻生太郎君。平成30年12月18日及び本年8月8日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。報告対象期間は通算して平成30年4月1日以降、平成31年3月31日までとなっております。ご審議に先立ちまして、その概要をご説明させていただきます。まず今回の報告対象期間中に、金融整理、管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で19兆とんで319億円となっております。また、預金保険機構によります破綻金融機関等からの資産の買取は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で6兆5192億円となっております。なお、預金保険機構の政府保証付き借り入れ等の残高は、平成31年3月31日現在、各勘定合計で1兆9910億円となっております。ただいま概要をご説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることを努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも各金融機関の健全性にも配慮いたしつつ、金融システムの安定確保に向けて万全を期してまいる所存でございます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。これにて概要の説明は終わりました。次に、財政及び金融に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。両件調査のため、本日、参考人として、日本銀行理事、前田英二君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、総務省大臣官房審議官、稲岡真也君、法務省大臣官房審議官、竹内努君、財務省酒税局長、矢野浩二君、国税庁次長、田島篤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宗清浩一君。